皆様こんにちは、のぶじいです。ご視聴ありがとうございます。今回は千畳敷カールお花畑散策の後編です。多分皆様にはあまり知られてない絶景な撮影スポットの場所がありますので、その紹介もしたいと思います。ぜひ最後まで見てくださいね。ではお願いします。どうぞ。この千畳敷カールの撮影をするには、登山分岐点から県外一景下るこの道が一番いいように私は思います。なぜならば、山側の斜面のお花畑と谷側のお花畑の両方の風景を撮れるからですね。特に山側は下から見上げるような構図になるので、とても迫力のある写真や動画が撮れると思います。またこの登山道の両サイドのお花畑も多くの高山植物が集まって咲いていますので、大変楽しめると思います。私のおすすめするベストな撮影ポイントはこの動画の後半でご説明してますので、もうしばらく見てくださいね。
夏はガスを出る機会が多く、意外に山の全容や青空を見る機会があまりないかもしれません。特に午後からはガスが湧きやすいので、山を楽しむならやはり午前中朝早く出かけた方がよろしいと思います。さて、いよいよ絶景な撮影ポイントの紹介です。この写真にありませんが、右端に小さなもう一つの脇道があるのです。通行止めにはなってませんので誰でも通れるのですが、意外と小さな脇道なので皆さん気づかずに通り過ごすことが多いと思います。谷に向かう傾斜地なので、かなり中央アルプスの山を下から見上げるようなポジションになります。小さな残雪の小川も流れています。孫が楽しそうに遊んでました。この場所からだと前面に広がるお花畑と、その後ろに中央アルプスの雄大な山並みがツーショットで撮れるんですよね。今回はこうやってガスがかかってしまいましたので、その写真をご紹介することができませんでしたが、この場所を訪れた皆さんが心に残る記念写真が撮れることを心から願っております。なお、この道の先は谷になってしまうので通行止めになってます。ロープも張られていると思いますので、絶対そこから先には立ち入らないように注意をしてくださいね。私は過去に何度もこの千畳敷川に来てますが、こうやってガスがゆっくり流れる風景というのはあまり見たことがありませんでした。これはこれでまた思い出となる風景となるでしょう。
はい、ちょうど1時間20分ほど歩いて頂上駅に戻ってきました。ちょうどこの頃に青空が広がり、中央アルプスや千畳敷カールの一面の風景を残すことができました。非常にラッキーでした。ロープウェイの待ち時間の間、この改装された綺麗なレストランで休憩を取りました。ここのコーヒーはとても美味しいので、ぜひ一度飲んでみてはいかがでしょうか。なるほど、この掲示で分かりました。工事は屋外に新しくテラスを設置するためのものだったのですね。皆様は昔のクリント・イーストウッド主演のアイガー・サンクションという山岳映画をご存知でしょうか。ラストシーンでクリント・イーストウッドがアイガー北駅を見ながらコーヒーを飲むシーンがあったんですけども、私はそれに憧れました。もうアルプスに行くことはできないかもしれませんが、せめてこの場所でそういう雰囲気を味わってみたいものです。はい、これでジジと孫と娘の千畳敷カールの旅は終わりです。前編中編後編と長い動画になりましたが、最後まで皆様見ていただきありがとうございました。この動画が今度千畳敷カールを訪れる皆様の参考になれば大変嬉しいです。それでは皆様、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。